中央区は東京都の区部中央に位置する特別区。東京23区のほぼ中央に位置する。千代田区や港区とともに都心3区と呼ばれる。旧日本橋区と旧京橋区が合併して誕生した。現存する全国の地名で、中央を最初に使用した走りが遠くである。区内にはオフィス街、商業地である日本橋や高級ブランド街である。銀座、他にも京橋、 築地、月島といった歴史のある町を要する。日本橋は新宿や渋谷など、比較的新しい町が多い東京の中では珍しく、江戸時代初期からの歴史と伝統を持つ。当地は五街道の起点であり、日本橋本町を含む一部地域は、江戸時代には江戸本町と呼ばれる江戸で最初に整備された町であり、江戸の町人文化や経済、金融の中心地として栄えた。 江戸時代から、両外商が多く存在した名残から、現在では、東京証券取引所や日本銀行本店が、所在するとともに、大手製薬会社や、その他多くの大企業の本社が位置する、金融街、オフィス街であり、千代田区の丸の内や大手町などとともに、日本の金融、経済の中心地の一つである。日本橋三越本店は、江戸時代から日本橋に店を構える、 五福店の三井越後屋を起源とし、日本で最初の百貨店として知られる。他にも銀座や日本橋には江戸時代から続く老舗が今なお多く残っている。面積は東京特別区23区の中で台東区に次いで2番目に小さい。人口は千代田区に次いで2番目に少ない。文化的には 同じ江戸城の大ぐは、外堀の内側のエリアを共有する千代田区とは密接な関係にある。神田神社や日枝神社など、共通の宇じ子地域の神社での地域間交流、共通の地区名などの共通点が多い。河川の水面等が市街化調整区域であることを除き、区内は全域が市街化区域である。区内の77%以上が商業地域に指定され、 月島地区に、純工業地域が、第一種住居地域や、第二種住居地域が、赤市町や月島地区に存在する。2005年の夜間人口は98,220人で、あるが、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの、区内残留人口の合計である昼間人口は647,733人で、比率は6.595倍であったが、 その後の夜間人口の増加及び昼間人口の減少により2010年における比率は約4.94倍にまで縮まっている。2020年4月1日現在夜間人口は169,629人まで増加している。第二次世界大戦後よりドーナツ化現象の影響で人口の減少傾向が続いていたがバブル崩壊以降の都心地下の下落で 都心回帰の流れが進み、臨海部での大規模マンションの開発や、都心部における、都市再開発における、住宅増により、定住人口は反転増加傾向にある。2013年4月に定住人口13万人を1967年以来46年ぶりに達し、2017年1月には15万人に達した。日本橋や銀座などの繁華街やオフィス街を複数、 抱えるため、昼間人口は60.6万人に達する。また、商業地域としての特徴が強く、建物はビルが目立ち、住宅としては、マンションや団地などの集合住宅が大半を占め、低層住宅の一戸建てやアパートなどはかなり少ない。1990年代より、臨海部では50階町のタワーマンションが複数建築されているほか、区内に建設される。 東京オリンピックの選手村が、祭事終了後は住宅に転用される予定である。隅田川、日本橋川、亀島川区域の西側は、日本橋や京橋など、江戸時代から栄えた地域であり、東側は、同時代からの埋め立てによってできた地域である。現在、中央区は、行政上、日本橋、京橋及び、月島の3地域に区分されている。 区内はほぼ平坦で、標高は1から3メートル。中央区は第二次世界大戦終戦直後まで運河と水運の町であった。区内には、京橋川、桜川、築地川、潮留川、三十軒堀川、鉄砲洲川、箱崎川、浜町川、流巻川などが縦横無尽に張り巡らされていた。これらの河川は、 戦後の残土処理や高速道路建設のため埋め立てられ、現在では王子の姿をほとんど残していないが、町や区界はこの河川に沿っていることが多い。区の北端との区界は、流ワ川と、西端は外堀跡及び日本橋川、南端は潮止川とである。区の東端には、江東区との境に隅田川が流れる。隅田川は、下流で二股に分かれ、 その中杉には、佃田や月島、勝時、豊見町、晴海がある。区の南部は、東京湾に面している。京橋区役所東京市の地理的中央に位置する、古都県経済文化の中心地であることから名付けられた。中央を区名としてだけでなく、地名として、日本で正式に初めて起用したのが、本区である。江戸区、銀座区、大江戸区、日系区、 東京区などの候補があった。中央区では全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。中央区では日本語の読み方とともにローマ字表記に関しても正式なスペリングを示している。自動車ナンバープレートでは中央区は東京運輸支局本庁舎の管轄エリアで品川ナンバーを交付される。警視庁東京消防庁 第一消防方面本部区中央部には日本の道路網の支店である日本橋があり、東京最初の地下鉄である東京地下鉄道も中央通りに沿って作られた。区北西部で外堀通りを挟んで接する千代田区側には東京駅があり、その八重洲川出口が中央区へ丸の内側出口が千代田区へ開いている。また、区南部の晴海埠頭には晴海客船ターミナルがある。 区内と周辺の鉄道路線づく内に所在する駅は、すべて、プラットフォームや、コンコースなどが、地下にある。地上駅舎が、全く存在しないのは、東京特別区ではこの区のみである。東日本旅客鉄道東京地下鉄、東京都交通局へ飛ばす、銀座三井本館浜離宮水天宮名を、神田祭で有名な神田明神、山老祭で有名な日枝神社は共に、 千代田区の神社であるが、両者とも宇治湖範囲に中央区が大きく含まれており、区内にも各町会の御腰が渡御するため、中央区にとっても欠かすことができない祭礼である。さらに、深川祭で有名な富岡八幡宮も江東区の神社でありながら中央区の一部は宇治湖地域にあたる。神田祭りは、西暦奇数年が本祭り、山王祭は、西暦偶数年が本。 祭り、深川祭りは3年に一度の本祭りであり、この3つの祭礼が江戸三大祭りである。中央区立図書館は三館あり、区民一人あたりの図書館蔵書数は5.5冊で、23区では千代田区に、ついでの第2位である。ありがとうございます。